3度目の連勝を狙う3位ジュビロ磐田。リーグ戦では2009シーズン以来の対戦となる14位ジェフユナイテッド千葉を雨降る山鹿スタジアムに迎えての一戦。まずはホームの磐田、開始2分、ここ2試合無得点のポポが強烈なミドルシュートでご挨拶。富山さぬきと2試合連続引き分けの千葉、5分、高い位置でボールを奪って矢沢からケンペス。しかしこの決定機を決められません。15分は磐田、フェルジナンドからのパスを受けた山田裕樹が左足を振り抜きます。20分の千葉はコーナーキック。10年前の3月13日ここ山鹿スタジアムで J リーグ最年少デビューを飾った森本、ヘディングシュートで狙いますが惜しくもポスト直撃。42分磐田のセットプレー、ポポのフリーキックのクリアボールを山田裕樹。両チームチャンスは作るもののゴールは生まれず、試合は後半勝負となります。エンドが変わった後半の磐田、クリアボールをカットしたフェルジナンド、ケンペスをかわして右サイドのスペースへ、クロスのクリアボールをポポがヘディングシュート。50分、先制点は磐田に入ります。フェルジナンドのクロスに対応が遅れた千葉守備陣、ポポに3試合ぶり今シーズン3ゴール目を奪われます。前半とは一転してチャンスを作れず先制点を奪われた千葉は65分、田中裕介のクロスに森本、しかし井ノ葉のブロックに阻まれます。代わって78分の磐田、駒野の正確なフリーキックに前田良一。磐田が誇るホットラインで追加点、千葉にとっては痛すぎる失点。前田の2試合ぶり今シーズン6得点目で試合を決めます。試合は2対0、磐田は2試合連続の完封勝利、敗れた千葉はこれで4試合勝ちなしです。